マルセル・ヤンセンは、西ドイツメンヒエングラートバッハ出身の、元サッカー選手、元ドイツ代表。現役時代のポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。1994年に地元メンヒエングラートバッハの、クラブであるボルシア・メンヒエングラートバッハのユースに、入団。すでに、ユースレベルでは、ドイツ代表に選出されていた2004から2005、シーズンの2004年12月に、 ヘルタ・ベルリン戦で、ブンデスデビューを果たす。その試合では、PK の原因となる反則を犯すというほろ苦い、キャリアスタートであったが、チームのキャプテンでありレギュラー LSB であった、クリスティアン・ツィーゲの故障もあり、18試合に出場、1ゴールを記録した。続く2005から2006年シーズンでは、腸がつくほどの攻撃的なスタイルで、チームのレギュラーに定着し、 リーグ32試合に出場し3ゴール。ブンデスリーガのベスト11に選出される活躍で、チームの快進撃に貢献した。2006から2007年シーズンは、リーグ23試合出場1ゴール。ボルシア・メンヒエングラートバッハは2部降格が決定し、国内有数の攻撃的左サイドバックとして認知され、もはや地方クラブの枠では収まりきらなくなった彼の、下には、 ハンブルガー SV のような国内の強豪クラブのみならず、FC バルセロナ、リーガエスパニョーラやアーセナル FC などといった国外のビッグクラブからもオファーが殺到し、最終的には2007年5月27日、バイエルン・ミュンヘンへ移籍した。2007から08シーズン、昨年の低迷からの復活を目指すクラブにおいて、イタリア代表 FW ルカ等に、 ドイツ代表 FW ミロスラフ、クローゼ、フランス代表 MF、フランクリベリーラワールドクラスの新加入選手の一人としてリーグ優勝と UEFA カップベスト4に貢献した。2008年8月28日に同国のハンブルガー SV へ完全移籍した。2015年6月4日、ハンブルガー SV を契約満了による対談が発表。7月8日に 現役引退が発表された。29歳で選手生活を終える決断をした。2005FIFA ワールドユース代表にマリオ・ゴメスラと共に選出された。プレースタイルが当時ドイツ代表の監督であったユルゲン・クリンスマンに認められ2005年9月に対スロバキア戦でデビューを果たすと、そのまま 2006FIFA ワールドカップ本大会メンバーにも選出された。 本大会ではなかなか出番が回ってこなかったものの、3位、決定戦の対ポルトガル戦では将来性を期待されて、左サイドバックで出場し、ワールドカップデビューを果たした。2010 FIFA ワールドカップのメンバーにも選出され、3位、決定戦のウルグアイ戦では、ジェローム・ボアテングのクロスに頭で合わせ同点弾を決め、チームも3から2で勝利。3位入賞に貢献した。 ありがとうございます。